こんにちは、ティーンダイム役場、キングタケです。キングタケの料理を、今日は久々の料理を、今日はこのチャーシューとキュウリとワカメ、主役は、コンピラ層のラーメン、味噌味、今日は冷たい味噌中華を作りたいと思います。掛川敦さん監修のもと、今日はコンピラ層とコラボでお送りします。こっちにラーメン、チャーシューを茹でるんです。はい。野菜、キュウリ、切ります。はい。どうかな、まさに吸ったもんだですね。はい。吸ったもんだうん。美味しいじゃん。はい。はい。わかめ、きゅうり、これからチャーシューね。はい。次、スープ作ります。味噌スープでございます。はい。一回混ぜます。これが冷たい天下の味噌スープでございます。はい。天下の味です。はい。麺を茹でていきます。はい。しっかり混ぜて茹でます。これ、冷たいラーメンするからね。やはり冷たいラーメンの方がいなせですね。この時期あったかいラーメンはやぶですね。はい。ここ、時間かかるので、ちょっと、時折チャーシュー切りながらいきます。はい。チャーシュー切りたいと思います。まあ、男子師匠直伝ではないですけどもね。立川男子さんみんな知ってるかな？立川男子師匠。はい。こういう風に切りをしてね、味は第一です、はい、チャーシューはやっぱり味が第一でございます、うん、私の切り方どうですか、はい、うん、これも、いなせ。ちょっと食べてみます。うん。いなせの味だね。うん。この柔らかさも、いなせだね。うん。はい、クライマックス。ラーメンもいつけちゃいます。はい、ラーメンを、あ、たっぷり持った。そいがら、きゅうりをたっぷり乗せて、そしてわかめは、ちょっと多いかな。わかめも乗っけて、ちょっと残りは塩きゅうりと一緒に召し上がる。そして最後にチャーシューを1、2、3、4、5、6、7、スッセー。そして最後は、カーリーが言えば、俺牛スペシャルチャーシュー麺の、俺牛スペシャル冷たいチャーシュー麺の完成。やっぱり氷がないと、冷たいという意味に概念にならないですよ、はい。というわけで、いただきマーティン。まずスープからいただきます。ラーメンはスープの命だからね。どれ？ああ、濃厚。やっぱり、うん、味噌、うん、め。いい出汁、コクが出て、うん、最高。チャーシュー、先いただきます。うん。柔らか。これ、日本ハムね、はい。うん。シャキシャキ、うん。うん。歯応え十分。ラーメンは。ほんまに柔らかくて美味しいやん。うん。柔らか。うん。これ、イカのも、うん。いけるわ。スープもうまい、麺もうまい、チャーシューもうまい。三拍子揃ってる。あー、涼しいね。バイバイ。